電動エアコッキングガン MP5SD5。電動エアコッキングガンの基本的構造と動作。電動エアコッキングガンのバッテリー電動ガンとは、エアソフトガンのうち、電気で動く機構を持つものを言う。用語については、エアソフトガンの項も参照。エアコッキングガンのコッキング動作を、モーター駆動によって行うもの。最初に量産、市販に成功したのは、 東京マルイが1991年4月26日に発売した FA マス 5.56F1。2008年9月現在、東京マルイが圧倒的シェアを持ち、HK33 シリーズの KSC が続く。かつてはトイテックが P90、M134 などを発売し、マルシン工業、ファルコン等位なども参入していた。競技で電動ガンという場合は、 電動エアコッキングガンを指すことが多い。本校でも電動エアコッキングガンについて解説する。ガスガンのうち、弾丸の装填やガスの放出を電気駆動で行うもの。撃鉄の動作を電気で制御する MGC の m p 5系、ウエスタンアームズのヤティマティックや実銃同様に装填機構が電気駆動であるアサヒファイアアアームズの M134、電磁弁を動作させて、 ガスを放出する同社のワルサー WA に戦闘があり、後者は電磁弁銃とも呼ばれる。本校では特に断らない限り、市場に多く流通している東京丸イ製電動ガンについて解説する。重心の中で BB 弾を加速し、射出する点は各種エアガンと共通。エアコッキングガンでは、 手動で行われているスプリングの圧縮や断層から弾を拾い上げる機構をモーター駆動に置き換えている。モーターやギアによる作動機構をひとまとめにしたユニットをメカボックスと呼ぶ。引き金を引く。電気スイッチが ON になりバッテリーから電力がモーターに供給される。モーターが作動しベベルギアを回す。ベベルギアの回転をスパーギアがセクターギアに伝える。 セクターギアが回転し、ピストンが交代し始める。同時にタペットプレートが交代する。タペットプレートが解放され、マガジンから弾を拾って、チャンバーに入れる。ピストンがある、程度交代すると、セクターギアの葉のない部分により、ピストンが解放され、スプリングの力により前進する。前進するピストンが、シリンダー内の空気を圧縮し、チャンバー、バレルに送り出す。 そのエアの力により BB 弾が発射される。セミオートの場合、ここでスイッチが切れ、待機する。フルオートの場合はモーターが回転を止めず、3から繰り返す。このようにトリガーを引いてからコッキング動作が行われる、ために発射まで若干のタイムラグが生じる。そのため、狙撃用ライフル型など一部の製品では、狙撃性能を高めるため、 ピストンがコックされた状態で保持しておき、トリガーを引くと同時に解放して即座に発射される、機構を備えている。外装を変化させる後付け部品などが、メーカー純正、社外品を問わずに多く発売されている。内部構造用の部品も発売されているが、メーカーは内部に手を加えるような改造を否定しており、故障した場合の修理を受け付けないといった対応を取っている。カスタムパーツは、 世界各国でも盛んに生産され、生産国とは別の国にも輸入されている。また、実重用の部品は、外装等、実弾の射撃機構に関係のない部品であれば、日本国内でも合法的に所持できるが、寸法の微妙な違い等によってそのままでは、交換できないこともある。電動ガン十九式リメートル小銃電動ガンは、 フルオート射撃が可能な点、相談数が多い点、温度に性能を左右されやすい、ガスガンと違い季節を問わず使用できる点、などから主にサバイバルゲームに使われる。命中精度から競技射撃に使用されることもある。軍や警察の訓練に用いるケースもあり、システマ性トレーニングウェポンシリーズ、東京マルイい星89式小銃シリーズなどは、 最初からこの目的で使われることを前提に設計されている。ありがとうございます。